はい、皆さんこんにちは。はじめましての人、はじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンの比較検証動画ということで、今回の比較検証の内容としましては、いつも使っているソフト、バンディーカムというキャプチャーソフトでね、いつも録画してるんですが、これの動画の圧縮形式を変えると画質はどうなるかというね、検証をしていきたいと思います。で、今回ですね、比較する対象は2つありまして、まず1つ目はいつもね、動画のね圧縮方式として使わせていただいているのが Motion JPEG という分ですね。こちらで録画した分と、新しく使わせていただく動画の圧縮方式が YV12 という分ですね。この2種類を比較していこうと思います。で、この YV12 という分がですね、こっちの方が、どうやらね、綺麗に高画質に録画できるのではないかということで、ちょっと比較していきたいと思います。で、一応比較の条件としては、試合の時間6分になっているので、その6分間で、比較していこうと思います。はい、ではね、一旦ね、この画面抜けて、試合が始まってからもう一回これ録画し直しますね。はい、では行きまーす。We've been counting the hours, Alan, haven't we, for this one? Well, there's certainly a buzz in this stadium in the minutes leading up to kickoff. はい、ではスタートしていきましょう。川崎フロンターレ VS 鹿島アントラーズの試合ですね。こちらを今、録画しております。で、まあ、6分ほど経ったら、ですね、またデータをね比較していくためにもう1試合ですね、再試合ということでやります。まあ、このね、FIFA を購入させていただいた理由としては、まあ、J リーグがあったからっていうのがちょっとありまして、これね、ウィーリーだとね、J リーグがないんですよね。よいしょ。で、マイクは AT2020、こちらで録画させていただいております。おっと、AT2020 は、そうね、やっぱりこう、返しの部分が弱いですよね、音の返しのところはね。このね、バランスが非常に難しい。おい。でね、あんまりこう、Gリーグ詳しくないんで、選手が分かんないですが、ゴール取るぞ。ほらー、ゴール。はい、これ誰でしょうね。長谷川選手。長谷川選手の素晴らしいドリブル突破からの自分でバーに当ててゴールを取る。はい、どうでしょう、長谷川選手似てるのでしょうか。一応ね、ゴール取った選手はちょっとね、解説というか、まあ、画像は載せないですけど、まあ、特徴とかをね、ちょっと載せておこうと思います。いいね、めっちゃフリーじゃん。あ、これまた長谷川選手じゃないか。長谷川選手、長谷川選手、ゴール、2点目。あれ、これ、あ、これ浅野選手がやってるやつじゃないんですか。ジャガーポーズじゃないんですか。ああ、いいね。で、実況は英語でやらせていただいております。なんかね、やっぱね、なんでしょう、FIFA とウィーリーの違いなんですけど、やっぱね、FIFA はそのライセンスが充実してるんで、すごくその点はね、リアルなんですよね。ライセンスの充実って結構大事ですよ。これは、なので、やっぱこうね、実際のチームでやりたいじゃないですか。ね、で、実際の大会でやりたいじゃないですか。それをね、なんかよくわかんない大会名とかされちゃったりすると萎えるので、ここゴール。いやー、川崎フロンターレの、おー、いいシュートですね。素晴らしい。いいですよ。あ、しまった、名前見るの忘れちゃったね。まあ、比較検証のね、まあ、時間とかはちょっと荒くなっちゃうんですが、まあ、大体6分で比較していきましょう。多分
データとしては結構差は出るんじゃないかなと思ってまして、ここでしょう、来たんじゃないか、来たんじゃないか、大島選手へのフェイクからのゴール。さすが日本代表のね選手ですね、大島選手。大島選手もね結構苦労されたらしいですけどね、こうプロになっていくのね。おっと、鹿島アントラーズは総崩れか、うん、よいしょ、ここでカット、うまい、うん、そう、今あれなんですよね、あの浜崎あゆみさんがなんかアカペラのね音源をねこうみんなにアレンジしてねって言って提供してるらしいですよすごいことですよね、うん、お、やばいちょっとディフェンダーディフェンダーちょっとディフェンダーキーパー危ない、やばい、ちょっと油断すぎですね、ちょっとタイマンのディフェンス出ましたね、ちょっとね。これね、あと FIFA を、うん、FIFA を購入させていただいた理由としては、ボルタというね、フットサルみたいなね、企画がありましてね、それがちょっとやりたかったんですよ。きたー、大島選手ですよ、またもや大島選手のフェイク。うん、大島選手。あれは決めないと。よっと。お、すごいパスだな。ここで落として。素晴らしい。これを受けて、そして、うわ、無理か。流せなかった。あ、やばいやばい。ちょっと裏をね、かなり取られてますね。うん。うん。ダメダメ、こんなディフェンスしちゃダメだって。ダメだって、ダメだって。おい。ナイスカット。オフサイドか。で実況ね、やっぱそう実況の面ですよ、実況もやっぱウイレの実況ね、やっぱカビラさんなんでね、で盛り上がりますよね、カビラさんね。来た、これか、惜しいですね、長谷川選手。で一応こっちのね FIFA の方も日本語の実況あるんですけど、なんかいまいち盛り上がりかける実況の仕方をされるので来たよ、これ来たー、お、なんかすごいなんかゴン中山みたいな髪型いやー、この人上手かったな。誰、28番、うん、翔也中島選手みたいな感じですよね、なんか雰囲気といい、なんといい。そうそう。で、安と脇沢選手。だから英語のね、その実況にした方がなんかこう、雰囲気が出るっていうね、感じなんですよ。で、英語の実況だけはね、なぜか実況のね、バリエーションがなんか3種類ぐらいありまして、それすごいなと思って。ここですよ、惜しいね。おっと、また脇沢選手じゃないですか、脇沢だったっけ。あ、お、いいね、こう芝が飛んでいくぐらいの強烈なシュート。脇坂選手がコーナー蹴るか。さて、なんだそのクリア、もらっちゃうぞ。ちょっと無理だったか。よいしょ、こういう競り合いですよ。こういうところでね、競り勝っていくことによって、オフサイドじゃないの？オフサイドだよね。あれは豊田選手じゃないか？ね。結構日本人選手の顔のね、グラフィックもしっかり作ってありますね。もっと何してるんだ。来たー、来ましたよ。ちょっとあれでしたね、見すぎちゃいましたね、中をね。よっと、
これを受けて、あ、これはいけるぞ。ほらいやキーパーよかったね、キーパーね。このシュート惜しかった。そしてどうだろう、この辺に蹴ってみようか。In goes the corner. Put away, but not out of harm's way. 来たぞ来たぞ。ここはうわファールファール。It's a useful position this for the free kick. いいぞ。Well, they've got to get this ball right, Martin, because he can't be deadly from this range. フリーキックはやっぱここら辺ですよね。ここでそして右に。Well, he has gone for goal, but you wouldn't really know it. Look at it again. Well away from the target. なんか笑われちゃいましたね。まあでも正直グラフィックとかからしたら、やっぱりウィーレの方がそう、数段綺麗だと思いますよ、やっぱ。ただやっぱこう、リアル感というか、ね、やっぱ実際の試合のタイトルとかがじゃないので、ウィーレの場合は。そこはね、やっぱリアル感に欠けちゃいますよね。で選手の動きとかもモーションもウィーレの方が多分サッカーっぽいんですよ。ただ FIFA はこのねテクニック系がね非常に楽しいんですよね。これですよね、純粋にこうトリックを楽しむというか、そういうゲームになってるというか、そこはね、なんかこうやっぱり海外のゲームとなんか日本のゲームと国産ゲームとの考え方の差なんでしょうかね。そこに想像力というか。来た。また長谷川選手か。めっちゃ活躍してますね、長谷川選手。よいしょ。さあ。バンバン押してる、押してますよ。川崎フロンターレ。まあ J リーグのね、 J リーグでちょっとこう優勝していくっていう企画もやりたいですよね。なんでウィニングイレブンって J リーグのあれが取れてないんですよね。ライセンスがね、国産のゲームですよね。ウィニングイレブンって来たよ、これだよ。あー今の欲しかった。これは大島選手いけるぞ。チャンス。おっと、選手交代がありました。もう5対0ですからね。もうフロンターレが押しまくりですよ。ナイス。よいしょ。ここで。おお、グーあ、すごい、また大島選手ですよ。すごいですよ。そうそう、こういうね、ああ、いいね。画面ちょっと暗いと思うんですけど、ボルタっていうそのもう一個のモードがあるんですけど、それでやるとね、画面がものすごく明るくなってしまっていまして。この試合に合わせて調節すると、すごいいい具合の明るさなんですけど、ボルタっていうやつにすると、地面がね、結構白いステージが多くてですね、やっぱフットサルなんで、ストリートサッカーなので、地面がね、なんかこう、白いね、マップが多いんですよ。そうすると、眩しくて仕方がなくてですね、ちょっと輝度とかね、そういうのを下げてるんですよ。そうすると、こっちの試合では、暗くなっちゃうっていうね。来たーゴール何これ。I doubt in his career he's ever had a more straightforward chance. ああいいね、こういうのですよ。こういうのがね、FIFA の良さですよ。最後の1対1でこうかわすっていう楽しさ。It's turning out to be an embarrassing scoreline, really. 畳みかけていきましょう。
まあ、これはね今モーション JPEG というね方式で撮ってる分になってます。よいしょ。まあ、今どれぐらいの順位にいるのかちょっと分かんないですけど、 J リーグって今開催してないですよね多分ね。よし、さあ大島選手、大島選手がもう一回行くか。おっと、ちょっとあれでしたね、ちょっと抜きに行ってしまいましたね。よいしょ。さあまた大島選手からのパスが来て、ここを落としてどうだ、ゴール。あれこれまたあれじゃないの、誰だったっけ、すぐ名前忘れちゃう。あ、脇坂選手。あ、今のうまかったですね。ここで大島選手が持って、ここで落としてこれですよ。これは素晴らしい。もう8対0ですよ。まあ、レベルをね。確かこれアマチュアかなんかに設定してるので、その時点でも全然違いますけどね。セットプレーも来たか。ここをボレーで叩く。ああいうのね、試合で本当にボレーシュートであれぐらいの距離から決めたらすごいですけどね。チャンスアフターチャンスアフターチャンス、It's been textbook by this team. チャンスアフターチャンスアフターチャンス。midfielders in particular with their passing. で、なんか長友選手が最近じゃないですけど、YouTube 解説してるじゃないですか。ね、やっぱなんかそのプロ選手が現役の YouTube 解説して、今まで戦ってすごい選手とかをね、こう言ってくれるのって面白いですよね、すごいね。うん、あれだけいろんな選手を対戦している長友選手がね、その見てきた中で本当にすごかった選手っていうのを語ってくれるので、いや本当にそれはすごい選手なんだろうなって思いますよね。まあカッサーノとかね、繋いでるとかね、本当に動かなくても上手い選手って海外の選手多いというかいるじゃないですか。すごいなと。大島選手がちょっとなんかさっきからチャンス潰しちゃってますね、自らね。よいしょ。ほらゴール、ゴール、ゴール。いや今のも良かったですね。ここでトラップしてボーン、いいです。ニアサイドをぶち破っていく、この力強いシュート。まあ、次の試合はね、さすがにアマチュアじゃなくてもうちょっとレベル上げてやりましょうか。さすがにちょっと川崎じゃないや、あの鹿島ファンの方に怒られてしまうので。さあ脇坂選手が一人行く、脇坂選手が一人で行く、オフサイドもない。あら、ペナルティーキックか。あ、レッドカード。28番同士。これやってしまいましたね。鹿島アントラーズ。やっぱここは右下を狙っていきます。行きたい。ここです。PK が下手すぎる。そうそう、こう PK とかがね、フリーキックとか PK がね、すげえ FIFA は難しいんですよ。ウィーレ結構直感的にできるところありまして。そう、まあじゃあ次はアントラーズを我々が使って、で、あっちにしましょうか。フロンターレをコンピューターにしましょうか。ね、レベル変えるんじゃなくて、ね。そうしないとちょっと不公平ですよね。よし、ここで長谷川選手の素晴らしいパスが来るか。ハンド、ここ来た、来たよ、最高。いやこれはやらないって、このパフォーマンスは。
Well, a wonderful achievement to get three goals in a team like this. Yeah, 素晴らしい。Opposition like this, it's a special day. Certainly is. A special player too. Yeah, a player that is the clinical sort and showed us that today. はいはいはい。ではここで一旦止めますね。はい、じゃ止めます。はい。では今回はですね、YV 方式ですね。YV 方式で、今回は我々が鹿島アントラということでやらせていただいております。前回ね、10対0で負けたので、ここは勝たせていただきますよ。フロンターレね。レベルはまたアマチュアのままで変えてないので。I think so. If they start getting overloaded in the middle of the park, that's always an option.For this manager who does like to fill his midfield. They've got a corner now. うまい。ここ、うまい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 。そして、惜しい。早くアントラーズの選手もね、覚えなきゃいけないんでね。得点をまず取ってください。得点を。いやあ、いいね、これ、ここ、トラップが大きかった。こういうのをエンジェルトラップしないと、小野伸二選手みたいに。エンジェルトラップ欲しい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいね。ここはクロス。届かないか。やばいね、アントラスと。攻め方がちょっと大雑把になって、大雑把になってます、ね。けどなんか守備はあれですね。結構しっかりしてる気がしますね。頭かぶったりしないですもんね。ボールね。うわぁ。やばい、1点が遠い。まさかの1点が遠いっていう。ここ。Here's Doi. Well, he's got a chance now ここ to get forward in this wide area. 強いぞ。どうなってんだ。An excellent chance. まあでも守備、ディフェンスラインはそんな崩れてなさそうなので、そうそう簡単には点は取られそうではないですね。そして速攻で我々は攻める。And the referee spotted that deflection. He's pointed for the corner. And in it goes. はい、そして裏のスペースを取る。この選手うまいぞ。ちょっとね、中見たりとかね、選手の。Very good piece of work by the goalkeeper to turn that away from danger. Here's Doi. Well, not surprisingly, the fans pretty angry with that decision. They were sure that was a penalty. And the referee blows for one last time.